はいみなさん、こんにちは、こんばんは。国民チャンネルのショーが今日は、2023年始まる、第3次世界大戦、物資と心の準備は OK か、をお届けいたします、まあ。大変物騒なタイトルですが、まあ自なのでそのままお話をいたします。2023年、いよいよ、まあ始まります。まあもう始まってるよなんていうね、ことを言ってる人もいますけど、ままだ始まってないですよ。あの、始まってたら、 世界中、ビビっちゃって、もう本当、タンカーだとか、貨物船とか、全部止まってますから、あの輸入は完全、もうどこの国もストップですね。もう絶対出さないです。で、自国で生産できるものは、もう特に食料は絶対出さないで、自国で貯め始めるので、まだ始まってないです。そこまで行ってないですからね。ただ、えー、2023年中に間違いなく始まります。このなぜ始まるのかっていうと、まあ、情報入ってきてますね。 まあ、あのちょっとねあの、細かいことはなかなかね、あのちょっといろいろ事情があってあの、早いんですよ、情報がね早すぎるので、まあ、追ってまた話しますけれども、まあ、とりあえずえ、まあ、ロシアがですね、まあ、このまんまでは収拾がつかない、であの、なんかバカなこと言ってる人いますよね、ウクライナがもうちょっとで勝つとかね、えロシアを今、優勢で、まあ、テレビでもそんなこと言ってる人いるんですか、専門家でね。 あのウクライナが優勢でロシアがなんか弱体化してね、あの大変なことになってロシアは困ってるとかね、まあそういう報道あるみたいですけど、真っ赤な嘘です。ロシアは何にも困ってないし、全然、まだまだ力全然出してないです。まあ今、遊んでる状態ですよ。本当にね。まあ様子見ながらね、データ取って、あ,あこんな風になるのかとかね。で、戦争デ,データを取ってるんですよ。 まあこういう形にすればこうなるのかとかね、まああの、データを取りながらっていうことですね。で、あのまあ、プーチンはね、あの人は操り人形なので、あの人が何か決めてやってるわけじゃないんですよ。あの他にいるんでね、10人ぐらいの人たちがいて、その人たちが決めてるんですよ。 プーチンはただその人たちが決めたことを、こうやれ、ああやれって言われてやってるだけ、で今のプーチン、全然あのちゃんとしたプーチンじゃないんでね、前のプーチン死んじゃいましたから、あ本当にあの高速道路でね、あのちょっと反乱軍に襲われて、もうめちゃくちゃにされて、まあ、爆弾仕掛けられて爆破してね、はしげたことを吹き飛ばされてっていうのもあって、まあ、生きてるはずもないんですよね。 まあそこで切り替えて、そこから3ヶ月か半年後に出てきたのかな、今のプーチンはね。まあ全然田舎のお父っつぁんですよ。よく似たね。まあ連れてきて。まあ今、あの、据え付けてあるわけですよね。で、あの、まあ、まあ、もろもろそれはまた細かく話すと危ないので、まあ今のプーチンは全然違う人ってことです。あの、人のいいおじさんなんですけど、あの、まあそれはよしとして、今のじゃあロシアが何をしたいかということですね。まあとりあえずね、 あのアメリカがやっている、まあ、アメリカとその仲間たちがやっている、まあ、新しい新世界秩序っていうんですか、それが気に入らないんですよね、とにかくロシアは。もうバカなこと言ってるなと、ねえまあ、世界のバランスがあるだろうということで、なんかそれが嫌なんですよね。だからまあ戦う、そいつらと戦うぞということで、まあ、始まってるんですよ、とにかくね。まあ、その きっかそのウクライナと、まあでもやってても、全然ロシア本気出してないんですよ、全く。だってあの、どこまで皆さん知ってるかどうか分かんないですけど、核ミサイルとその核に準じたミサイルを、まあ、最低でもね、あの1万発ぐらい合計で持ってるわけですよね、ロシアは。で、撃てやいいんですもんだって。もし本,本気でね、ロシアが戦争に勝ちたいんだったら、何もその、 全世界の社会とか、ね、なんかそういう情勢とか、あの、ウクライナにいる、まあ、ロシア系の人々のことを何も考えなければ、ウクライナに持ってる核3発ぐらい打ち込めやいんですよ。ただ単に。もう勝ちじゃないですか。あの、それやると、例えばフランスも核持ってるから報復されるんじゃないか。いやいやいや、もうロシアの核に比べたら、フランスの核なんかもう、ほんとなんかあの、パチンコでね、子供がパチンコで売ってるぐらいの威力しかないですよ、本当に。 ロシアまでこう打ち込むっていうことできないでしその前にの迎撃されるか先にロシアから飛んできちゃって、ヨーロッパ粉々になっちゃいますから。だからまあまあ、それはね、あの、まあフランスといえどもね、逆らうことできないですよ。あ本気になればですよ、ロシアはね。ロシアの勝ちに決まってるんですよねで。ロシア、だからロシアとアメリカがやるんだったらわかんないですよ。どっちがあの勝つかね。やってみなきゃわかんないけど、 でもそれが始まっちゃうと、もう全世界めちゃくちゃになってしまうんですよね。もう生き残ってる人の方が少ないような状態に、本当になりますね。まあだけど、まあそこまでひどい状況の第三次世界大戦ではないんですけど、始まるのはね、まだですよ。今年はですよ。ゆくゆく3年ぐらい続くんでね、2、3年、まあ年、えっ、ー、と今から丸2年あったらまあ終わるっていうか、まあある程度終止符打つんですよ。で、元に戻んないですよ。 前にね、前の動画で2年経ったら終わりますよって言ったら、え、元に戻るって考えてるんですかおかしいですよってあの言ってる人いましたけど、誰も元に戻るなんて一言も言ってないですよ。元に戻るわけないじゃないですか。こんなめちゃくちゃになっちゃって。あの、ああ、そうそう、あの、サバイバルファミリーっていう映画を <laughs>、あの、いいですよ、見てくださいって言って、なんかいっぱいそういうコメントがあったので、え、ど、え、サバイバルファミリーおかしいな。今までね、映画を全部見たはずなんですけど、 私ね、あの、タイトルを覚えてないんですよ。あの、あと人の名前と顔が覚えらんないんですよ。いくら努力しても。だから会ったことがある人なんだけど、5回ぐらい会ったことがある人でも全然覚えてないんですよね。失礼ながら。申し訳ないんですけど、名前も。名前も覚えてるんですよ。だからどれぐらいだろうあの、100回ぐらい会わないと名前、あの、フルネーム覚えらんないんですよ。本当に。そう。だからね、人の名前と顔はね、4、5回じゃね、無理なんですよ。 今まで覚えられたことないですから、顔紹介を、四をあれだから、待ち合わせとかするとき困っちゃうんですよね、偉い人とか。あの顔を覚えてないので、まあ、テレビで何回も見たことがある人はさすがにわかるんですけど、待ち合わせしていて。そうじゃなくてね、あの今まで顔を見たことがない人と待ち合わせするとね、一回、二回会って、また三回目って言っても、もう本当にね、心臓がドキドキしちゃうんですよ。顔がね、わかんないんですよ。 あのその人とご飯食べたりしてるんですよ。だけどね、わかん忘れちゃって分かんなくて、また初めからなんですよね。だからもうね、人の顔とか名前全然覚えらんないですよ。だから映画のタイトルも覚えらんないんですよね。あの、最近トム・クルーズとキアヌ・リーブスの顔をちゃんと覚えたぐらいなんですけど。 もう彼らの映画やってほど見てるんですけど、最近やっと顔を覚えられて、あの、トム・クルーズの顔が出てくると、あ,あ、トム・クルーズだって分かるようになって、彼の映画片っ端からもうデビュー作から全部見てるんですけど、いや、もうそんな始末ですよ。本当に。で、えっと、サバイバルファミリーね、あの、おかしいな映画片っ端から見てるんだけどなと思って、なんかアメリカのなんかホラーに近い映画なのかな、タイトルからするとと思って、昨日探したんですよ。 で、あの、ネットフリックスになかったかな。で、あの、アマゾンプライム見たらあったんですよ。ああ、るじゃないと思って見たら、もう見た、見たやつでした。見た、もう随分前に、もう見ました。あの、日本の映画ですよね。えっと、家族4人が、あの、息子と娘とお父さん、お母さん4人で自転車で東京から大阪まで行く。で、最終的に九州の方まで行くっていう映画でしたよね。なんか停電になっちゃってね。で、食べ物がなくなったりとか。 まあ、あんなふうになんないですね。あんな甘いような世界じゃないですよ。あんなもう楽じゃないですか、あんなのえ。だって別になんかちゃんと建物は残ってたし、器具もね、残ってて、使えないのは電気だけみたいな感じで、まあ、食料がなかったのかな。だけど食料なんか川とかで取りゃいいんだから、もう大したことないですね。家もあったし。人ん家もなんか空いてる家あったので、 もう別にじゅんぐりじゅんぐりそういう家に入っちゃって暮らして、で、まあ、なんとかなる。あんな自転車で移動しなくたってなんとかなったと思うんですよね、本当に。あの、なんか方法がなくて、ただ九州になんか奥さんのお父さんがいるって話だったかな。なんかそこに、まあそこを目指そうみたいな形で自転車で高速道路突っ走ったりするんですけど。 まあ、あれはね、もう、まあ、70%ぐらい現実にはないですね、あれはね。30%、まあ、面白かったですよ。面白かったけど、まあ、現実的ではないということですね、あっちこっちがね。もう想定から外れてますね、あの映画は。あんなふうになんないですよ。まあ、あの、心理的にはね、気持ち的にはああいうふうになるかもしれない。特にあの、お父さん。お父さんなんか頑固で無茶苦茶で、ね、なんかパニックになって、まあ、あんな感じにはなるでしょう。あの、気持ちはね。 まあみんなあの気持ちはああいう感じですよ。4人ともね。まあ、だけど実際のね、あの環境的なものかな。一番ああいうふうにならないっていうのはね。あのここでですね、だからまあ話を戻してですね、なぜ第3次世界大戦2023年中にスタートするのかって話ですけども、あのロシアは単独の国ではなくて、まあ、一応アメリカと同じで同盟国というのがあるんですよ。あっちこっちにね。 で、えー、っと、難しいですね。だから、ドイツなんかはね、ロシアとも同盟国ではあるんですよ。一応、あの、裏では繋がっていて仲いいんですよ。だけど、一応 EU なので、アメリカの顔とかイギリス、EU ってあの、イギリス入ってないようで、ちゃんとあの、入ってるんですよね。あの、どういうことかって言ったら、あの、要するに、金銭的な取引をしたくないんですよ。ヨーロッパで。イギリスはね、ポンドがあるんで。 ォンと強いんでね。で、ヨーロッパ全体の国民の責任とかを負いたくないので、金銭的に。だから独立しただけで、まあ、一応ヨーロッパなんですよ。EU なんですよね。で、あの、そのアメリカ側の、だからイギリスとかアメリカ側の同盟国としてドイツは存在してます。存在してるけど、そっちとも仲良くしていて、まあ、ロシアとも仲いいんですよ。で、ずっとそれは続いています。 だからあの、あんまりね、ロシアを攻撃したくないんですよね。ドイツは。で、今回、ドイツの持っている戦車をね、あの、とにかくウクライナに送れっていうふうに言われていて、イギリスとアメリカにね。で、ちょっと拒んでるんですよ。いや、ちょっと待ってくれよっていうふうに。だって最初もそうですよ。ミサイルとか送ってくれって言われたときに、ドイツが送ったのってヘルメットなんですよね。ヘルメット。あの、プラスチックの。 で、ヘルメットを送って、あの、金属のもあったのかななんか、まあ、プラスチック多かったですよ、見たら。あの、まあ、ヘルメットを送って、まあ、これで頑張ってくださいっていうに。そしたら、なんか怒られちゃって、なんでヘルメットなんか送ってるんだって言われて、アメリカからね、あの、もっと武器を送んなさいって言われて、しぶしぶちょっとずつ送っていたら、まあ、ロシアからね、いや、ちょっと何考えてるんだって言われて、まあ、エネルギーを止められるような状況に追い込まれてっていうのが今の現状なんですよ。 だからドイツとしては、ロシアとも仲良くはしたいんです。まあ、どっちかって言ったら、ロシアと仲良くしたいんですよ。本当に。だけど、まあ、そういうわけにもいかないんでね。ヨーロッパに入っちゃってるんでね。だから、戦車遅れと言われても、もう困ったなって言って、で、まあ、ドイツとしては、まあ、ロシアもそうだけど、ロシアの、まあ、協力している、ロシアの同盟国があるんですよね。まあ、その同盟国と、 話しし合いをして、まあ、ロシアの同盟国ってオペックっていうのを見れば分かります、調べていただければ。あのオペックに参加しているのは、まあ、大体ロシア側ですよ、ロシア側なんですよね。で、でそこで、まあ、ドイツは、うーんっていうふうに考えたんですよね。ドイツが戦車を大量にウクライナに送れば、まあ、当然戦闘は激しくなるだろうと。でも送らなければ、まあ、ヨーロッパ全体とアメリカから、 うんなんか文句言われてね、フランスからも文句言われて困る、うーんっていうふうになっている状況の中で、まあ、いろんなあの国の代表、ロシア側の同盟国の代表から、まあ、連絡があってですね、ドイツの方にね、シルスさんにね、で送るなと。これは、ね、もう今、ギリギリのところでバランスが取れているんだと。でもしそういう兵器を送ってね、まあ、ロシアが、ちょっと待ってよ、ドイツおかしいだろうとか。 なんかそういうふうになった場合には、核を使うと、今度はね。で、これを言うとね、あの、皆さんなんかニュースかなんかでね、まあちょっとかじってるニュースがあって、いや、あの、プーチンは核を絶対使わないって言ってましたよとか、なんか噛みついてくる人いるんですけど、あのね、戦争にね、こういう約束をしましたよとか、こういうことを言ってましたよなんて通用してないんですよ、そんなの。そんな正直に戦争する <laughs> 国とかあります だってそうやったら、あの街角で喧嘩するのも同じじゃないですか。じゃあ顔、俺は顔殴んないぞって言って、絶対殴んない人って、本当に喧嘩してて、その喧嘩の最中、そうします。そんなことないですよね。ありえないじゃないですか。あの要するにルールが決まってる格闘技でさえ、ボクシングとかいろいろでもあの反則しちゃったり、たまたま当たっちゃったりするじゃないですか。だからそんなのね、ないんですよ、戦争に限っては。 その約束したとか誰かが何か言ったからあじゃあそれはしないんだなとかねそんなアンポンタンみたいな、ね、見方でその今回のものを見ていたら生き残っていけないってことですよね本当にそうだからあの何か気に食わないことをいやこれはもう我慢できないっていう、ね、国全体でそう思って燃え上がった時には何するかわからないってことですよだって本当にねあの 例えばの核兵器アメリカも持ってるじゃないですか。まあフランスも持っていて、イギリスもあるんですよ。で、まあロシア持ってるじゃないですか。で、みんなで核は使っちゃいけませんよ。核は使わない。絶対使うことはないってみんな言ってるんですよ。だったら一つも必要ないじゃないですか。使わないんだったらみんなで持ってる国が絶対使わないって言うんだったら一つもいらないんですよ。そうじゃないですか。 なんでじゃあ持ってるかって言ったら、いざとなったら撃とうとしてるんですよね。もうそれしか考えられないじゃないですか。本当にだって、あの各国の代表とかね、その国民の代表が、いや、核は絶対、うちは持ってるけど、絶対使うことは永久なりませんとか言ってるわけでしょ、みんな。いや、それだったらいらないでしょ、一つも。最初からいらないじゃないですか。で、核を持ってる国全部がね、あの顔を突き合わせて、 絶対使わないんですかって言って、絶対使わないって今言ってるんですよ。いや、絶対使わないんだったら、じゃあみんなでやめましょうってやればいいじゃないですか。でも絶対やんないですよね。それはなぜかって言ったら、例えばあの、北朝鮮あたりが、あの、密かに持っていって撃ってくるかもしれないとかね。そんなこと言ってるんですよ。本当に。うん、いやいや、そうじゃなくて、北朝鮮も何もかも全世界でもうやめるって決めて、で、そこをちゃんとこうね、あの、掘り下げて、 ゼロにして、みんなでやめればいいんですよね。で、そしたらその次は、あの、戦争を起こす兵器、そのジェット機とか、ジェット機持っちゃいけないっていうふうにすればいいんですよね。あの、あとは軍艦ですよね。軍艦持っちゃいけない、作っちゃいけない、全世界で決めれば、まあ、戦争は起きないですよね。であとは、まあ、サッカーかなんかでね、あの代理戦争で、サッカーで勝った国がその領土をもらうとかね。 サッカーの試合の1位、2位、3位が何かもらえるとかね、あの他の国からね、負けた国から、あの物資もらえるとかね、そういうふうにすればいいだけの話なんですよね。本当に。だけどそうじゃなくて、人間っていうのはね、業が深いですから、やっぱりね、あの疑心暗鬼になったり、自分の国がまあ、一番でありたいとかね、強くありたいとか、まあ、いろんなことを考えて、まあ、核兵器とかね、ミサイル、 まあ軍艦もそうですけど、たくさん持っていた方がいいっていう結論に達して、今の状況になってるんですよね。だから、あのーまあ、プーチンがねあの核使わない、絶対今回の戦争では使いませんよって言ってるよって、いえ、そんなことをね本当に単純に信じてる人が世の中にいるっていうことが私は驚きですよ。彼がそう言ったから使わないとかね、そんなことあるわけないじゃないですか、じゃあ戦争だって始まってないでしょ、最初から、本当にね。 んだからそんなことありえない。えもうあの戦争ってのはめちゃくちゃになるんですよ。でまだまだ、あのーね、もう本格的な戦いには全くなってないですで。ロシアなんかもね、なんだろう、嘘ばっかりですよね、食べ物がなくなって困っていて、ロシア追い詰められてるっていう報道をどこかでなんかインターネットで見ましたけど、あの知り合い言いますけどね、ロシアのスーパーマーケットなんか何にも困ってないですよ。何にもりなあの棚が開いてるとか何にもないですよ。もうぎゅうぎゅう詰めに詰まってますし。 あの、ガスとか電気とか、もう、めっちゃくちゃ安いですよ。ええー、と、1キロワットね、あの、日本だって今40円じゃないですか、ね。値上がりして今度70円になるでしょ、1キロワット。多分ね、1キロワットね、2円とか3円ですよ、ロシアって。2円ぐらい。本当に本当に。だから、電気代って1ヶ月に多分1500円ぐらいしか払ってないんじゃないですか。基本料金もないし。もう本当それぐらいですよ。ガスもそれぐらいですよ。だから3000円ぐらいあったら、電気とガスもう使い放題。 全然問題なくですよ。本当に。あの、水もちゃんと出るしね。ロシアってみんな、あのー、全域そんな感じですよ。だから全然困ってないしね。なんか、まあ、あの、もうめちゃくちゃな報道ですよね。ロシア追い詰められてるとかいうのね。嘘ですよ、そんな。追い詰められてないですよ、全く。いや、追い詰めようがないでしょ。だって、核ミサイルと、すごい、それに準じた、準核ミサイル1万発以上持ってるんですからあの、追い詰められるわけないんですよね。追い詰めたら、だって撃てやいいんですから、本当に。 そんな簡単なことは想像できないのはおかしいですよね。で、それを言うと、いや、社会情勢がそれを許さないとか言って意味わかんないですよ。社会情勢なんか関係ないですよ、戦争に。社会の情勢が混乱しようがどうなろうが戦争っていうのは勝てばいいんですよ。だからやるときはやるんです。うん、だからわかってないんですよ、全くね。そんな、あのー、ことだったら第二次世界大戦も起きてないんですよ、第一次も。 全部法律も平和条約も無視して始まったんですから。関係ねえよ、そんなのってことですよ。だってもう喧嘩なんですから、国と国の。今までのなんか関係ないんですよ、本当に。うん、だから、まあまあ、そんなね、なんかね、なんかアンポンタンなね、頭の中お花畑咲いちゃってるようなね、なんかことばっかり考えてる人が多いことに本当驚きですよ。驚き。これは本当に、まあ、日本だけじゃないですよ、イギリスでも本当そう。うん、まあ、危機感が、 まあ、ある人ない人が、まあ、びっくりするぐらいの差があるってことですね。まあ、2023年、まあ、始まるのは間違いないですよで。スタートして終わんないですよ。2023年に始まるんだから終わるわけないですから、まあ、激しくなっていくんですね、これがね。まあ、どう考えてもそうなっていく。で、その時に前も何回もお話ししましたけど、食料はストップしてなくなる。始まっちゃうと、あの船、来ないです。まああの 自国からね、小麦とかトウモロコシとか、まあ、お米もそうだけど、日本はまお米、今のところまあ自分の国で作ってる分あるけど、お米の農業をやってる人が辞めちゃうんでね、まあ、どれぐらい2023年、今年はお米が取れるかっていうのはちょっとわからないですよ、未知数。まあ、少なくなるでしょう。だから輸入に頼らざるを得ないかもしれないけど、輸入がストップするでしょう、その前に。まあ、秋前ですよね。どう考えたら始まるのね。んだからストップしちゃって、まあ、食べ物は非常に困ることになります。 値上がりどこじゃないですよ、本当、食べ物なくなるんですから、からなくなっちゃって困っちゃうってことですね。まあ、電気代がだから上がるとか上がらないの、もうレベルじゃないですよね、食べ物なくなっちゃうんだから、電気代がもう上がろうが上がらなかろうが、関係ないですよ、もうね、あのもう生きていくのが目いっぱい、精いっぱいってことですね。まあ、そんなような悪い状況ばかりが連続してね、いくつもいくつも起きるのが2023年ということ、今年なんですよ。 これを分かってないと用意もできないし、気持ちが引き締まんないし、緊張感かけてしまって、本当アンポンタンな意見に流されてですね、まあ大丈夫じゃないのっていうことで、あの、過ごしてしまって、まあ本当サバイバルファミリーみたいな目に合うんですよね。本当にね。うん、だけどまあまあ本当落ち着いてね、ちゃんと準備しておいた方がいいです。まあこんな話をするとですね、あの、翔さん沖縄に住んでるんでしょう沖縄って大丈夫なんですかって心配する人いるんですけど、 えー、まあ、大丈夫じゃないですよ、それはね。大丈夫じゃないけど、最後の方です。なぜかっていうとあの、ロシアもバカじゃないんでね、いきなりロシアが沖縄を攻撃すると、もしかしたら、下手したらアメリカ軍の基地にあの着弾しちゃうじゃないですか、ミサイルが。そうすると何が始まるかっていうと、アメリカ起怒るわけですよね。それを報復しますよ。だって、アメリカ軍の米軍の基地ってアメリカなんですから、沖縄じゃないんですよ、アメリカなんですよ。だからアメリカを攻撃しちゃったことになるんで、 まあ、アメリカは怒り狂いますよね、そんなことしたらね。だからそれを、だとちょっと早すぎるんですよね。で、最後なんですよ。まあ、最後はそうなるでしょ、きっと。だけど、その前に日本の大都市に、あの、着弾しますよ、ロシアから。本当に。あの、北朝鮮もそうかもしれないけど、あの、着弾するのは都市。本当に。まあ、いきなり東京やっちゃうとどうかなってのあるんで、ねえ。あの、要するに日本の司令官というか、司令部をやっちゃうと、 交交渉渉ででできなないいじゃすすかか戦争っっっててに入るんですよねちょっとやってからだから、日本の代表がどうかなっちゃうと交渉できないので、まあ、ちょっと外れたどっか、違うところを2、3発落としてっていうことですよね、本当に。そうしないとあの脅しもかけられないし、交渉できないんでねうん、だから危ないのはむしろね、東京、沖縄じゃないところってことになりますよ、本当にね。 うん。まあ、だけど、東京の周りもや、やるでしょうね。ちょっと脅しかけたいんでね。そう。だから、まあ、どっちにしてもね、沖縄は、まあ、最後です。沖縄やっちゃってアメリカを凝らしちゃって、アメリカが出てきちゃうと困っちゃうんだね、最初にね。まあまあ、あの、いくいくアメリカ出てくるんだろうけれども、ギリギリまで、あの、あの、やっぱりアメリカ出て来られると困っちゃうんですよね、やっぱりね。ロシアもやっぱりアメリカとはちょっと、あの、全面でやりたくはないんですよね、全面戦争ね。 本当に、ねうん、だからちょっと考えながらということで、まあでも始まりますよ、ヨーロッパとはやる気なんでね、ロシア完全に、ヨーロッパ全体相手にしても、あの全然大丈夫だっていうふうにね、もう称賛あるんで、まあ、ヨーロッパはこっち来いよっていう感じですよ。まあ始まるでしょう、だから始まるのは、まあ、あのイランとイスラエルあたりとか、イランとイギリスとかね、まあ、そこらへんから始まって、それが拡大して、まあ、ロシアがもっと入ってきてっていう感じで、ヨーロッパとロシア、 まあヨーロッパ全体とイラン、ロシアみたいな感じでね、まあ、本当にあの、まあ、世界大戦ですよね、まあ、そういう感じに発展し,していくと、まあ、その始まりですよ、そ,あのそうなっていく2024年あたりかもしれないけどあの、2023年ではその頭の部分が始まるってことですね、スタート部分ですね。まあ、非常に危険で、まあ、始まっちゃうともう物資は来ない、もうストップ、急激にもうストップ、もう即日ストップですよ。ももう一発でもね小型核が どっかに打たれたらね、もうそれで全世界止まっちゃうんで、まあ、そこから、まあ、食糧不足も完全に始まるということですね。まあ、それをねあの、頭に入れておかないとあの、もういつ始まってもおかしくないですよ、それが。だからあの、それを想定しておかないと準備とか備えとか心構えとか遅れちゃいますよ、もうタイミングがね。えー、だからビビっちゃうしね、えーってなっちゃうじゃないですか。でそうやってなると思っとけば、もうなった時にやっぱり来たかってなるんですよ、本当に。 やっぱり来た感になるんで、そう思っといた方がいいですよ。ということで、今年大変な大混乱始まります。心と物資の準備、もう大丈夫ですかちゃんとやっとかないといけないですよ。本当にね。頑張ってください。応援してますんでね。ちょっと気合を、ね、入れて備えましょうということです。ということで今日は、2023年始まる第3次世界大戦、物資と心の準備は OK かをお届けいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。